ルートビヒフィリップ・フォン・トゥルン・ウント・タクシス、または、ルイ・フィリップ・フォン・トゥルン・ウント・タクシスは、ドイツの旧諸校、トゥルン・ウント・タクシス家の講師。全名は、ルートビヒ・フィリップ・マリア・フリードリヒ・ヨーゼフ・マクシミリアン、アントニウス・イグナティウス・ラ・モラル。トゥルン・ウント・タクシス校アルベルトとその妻で、オーストリア大公、ヨーゼフ・カールの娘であるマルガレーテ・クレメンティーネの、間の、第4個、四。 男として生まれた。ビュルツブルグ大学で法学を学んでいる。1922年11月14日に、ホーエンブルクにおいて、ルクセンブルク大公ギオーム4世の娘エリザベートと結婚し、マニー一男一女の二人の子女を設けた。1925年、ニーダーアイヒバフハ城を購入して、居城とした。1933年にこの城において32歳で、死去した。 息子が第二次世界大戦に従軍中に指揮をしたため、城は娘を通じてウラフ派公爵家に相続された。ありがとうございます。